この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。それまではせっかくだから。綺麗ですね。そうね。一歩一歩静馬様の別荘に近づいていく。静馬様の話、もう一人のエトワールの話を私は聞きたい。でも頂きましょう。え？玉尾さんのそれ。美味しいわね。はい、美味しいです。いちご社に戻ったら玉尾さんにお礼を言わなくては。本当にごめん。一緒にもみじ狩りに行こうって約束したのに。渚ちゃんは静馬様のお話が聞きたいんですね。あの子とここで過ごした短い夏の日、でも思い出はいつまでも降り積もる落ち葉のように。ですね。誰もいないから。誰も。この辺りはずっと別荘の敷地なの。ああ、私と渚だけよ。この景色も二人だけのもの。ああ、もう一人のエトワールとも。いけない。え？走るわよ。あそこよ。開けてくれる？はい。二年ぶりだわ。少し待っていて、シャワーの準備をしてくるわ。
これ使って。あの、シズマ様は、シャワー、心配してくれてありがとう、ナギさん。大丈夫よ、私は2階のシャワーを使うから、ゆっくりとシャワーを浴びなさい。そして話すわ。なぎさん、コーヒー飲むでしょ？あ、はい。綺麗。私に？あなただからよ、ナギさん。シズマ様。ナギサちゃん、遅いですわ。シズマ。ひどい嵐だわ。帰れそうもないわね。え？今夜はここに泊まりましょう。ここに泊まる？明日帰ればいいわ。朝には嵐も過ぎるでしょうから。そうですか。でも玉尾ちゃんが心配するだろうし、それに外泊の届けも。みゆきに連絡しておくわ。静馬様と二人きり。